はい、手巻きタバコの、紙巻き、巻き紙レビュー。今回はスモーキングのグリーンです。こちらは、以前吸った、前回吸った レッド。レッドがそのままカットコーナーになっただけというタイプですね。まあ、コーナーカットになっただけではあるんですが、その分、まあ、燃える箇所が少なくなったから、そこそこ逆に、レッドよかはうまいんではないか。まあ、微々たる差でしょうけど。まあ、一応こういうのもね、レビューしていかないと。ね、まあ、同じだって言ってしまえば、まあ、そこで、終わってしまうんで、話が終わってしまいますから、ね。話が終わってしまうので。こういうのもちゃんと、いかないとダメでございます。吸うタバコはドラムのオリジナル、フィルターはスリムタバ、スリムフィルター。まあ、これはレッドと同じだな、これ。特に変わんないでしょ。まあ、コーナーカットされてる分、楽に、ね、ここに詰められるというか。コーナーカットが地味にね、地味に効いてる。もう全部コーナーカットでいいんじゃないか。巻き紙はもう全部コーナーカットでよくねっていうレベル。まあ、コーナーカットの方がね、俺は好きなんですけど。まあ、カットする手間があるんでしょうね。まあ、値段的には変わんないんだけど。まあ、でも、カットされた方が楽でしょう。もう、まあ、あれだよね。その、スモーキングの会社の、ね、それが、まあ、わざわざレッドとグリーンっていうのが出てるぐらいなんで、まあ逆にレッドの方が使いやすいとかいう人もいるかもしれないからね。まあ俺個人の意見は、コーナーカットの方が、カットコーナーの方が全然やりやすいんで、全部してくれって感じはするんですが、まあそうもいかないですからね。これは三つ星。ご視聴ありがとうございました。